こんにちは、ゆるさばです。じゃあ今日も頑張って3分プランクやっていきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。何話すかな。そうですね、やっぱり自分の動画の再生回数とか見てたら、やっぱりこうよく回っているのは見てくれてる方が、自分のファンの方が多いのはもちろんなんでしょうけど、ファンの方について喋ってる時がやっぱり皆さんすごく反応があるなと思ったんで、ちょっとファンの方について喋らせてもらおうかなと思います。先日ブログでも書いたんですけれども、生まれ変わったら追っかけをしてみたいっていう話をしたんですけども、やっぱね、こう自分の各他のアーティストさんもそうですか、追っかけの人っていると思うんですけど、そういう人たち見てたらめっちゃ楽しそうやんっていうのやっぱ最近すごい思うようになって、なんかああいう人生なんか羨ましいって最近思うようになって、生まれ変わったら追っかけをしてみたいっていうので最近ずっと言ってるんですけども、先日ファン旅行的なものをやりまして、そこでね、やっぱりそういうファンの人の意見を直接聞くようなこともあって、改めて追っかけしてみたいむっちゃ楽しそうなんですよね。もちろんコンサートとかね、まず移動中がもう、まずコンサート自体楽しみにしてるからワクワクしてるじゃないですか。テンション上がっていって、移動中もね、なんか僕の見たところによると、やっぱ新幹線で移動しながら美味しいビール飲んで駅弁食べながらパーって、そしてね、現地に着いたらまずお友達と連絡取り合ってさ、合流して、じゃあ何差し入れしようかなとか、こうプレゼント選ぶところからもう楽しいわけでしょ。ほんでね、お友達と会って一緒にライブ楽しむ、ライブ終わった後はそのお友達たちと、買ったグッズとかチェキとかをこう見たり、交換庫とかしたりして、コミュニケーションをとって、ほんで一緒にお酒飲んで楽しく、ライブの感想を言ったりしながら過ごすわけでしょ。じゃあ次の会場また行きましょうって、翌日まだね、ライブ会場に行ってす、自分の趣味のために、働いて、そしてその趣味にお金を使っている。これ最高な人生じゃないですか。自分のね、やりたいことが明確にある、そしてそのために働いてるんだ、ね、これが別に追っかけだろうが何だろうがいいんでしょうけども、ちゃんとこう目的があって働いてるっていう、あれってすごい充実した人生じゃないですか。あれすごい楽しそうやなと思って、で僕がねこういろいろ聞いたり見てるしたりしてる感じだとですよ、大体ですよ、いいものみんな食べてますよねライブ終わった後とかご飯一緒に友達食べてますとか言って、大体こうメンバーが打ち上げしているようなライブ、ところとかよりかは完全にグレードは上、そして、じゃあ今日はホテル泊まりますって言う、きっとそのホテルもきっといいホテル泊まってるんですよ。我々やっぱね、できるだけ経費抑えようっつって安いホテル泊まりますんで、しかもさらにファンの方新幹線移動とかするでしょ、我々狭い機材所でですね、楽しそうね、こうその有意義な旅僕もやってみたいなと思って、思ったんですよ。続きはじゃあ3分経ったんで、続きは後ほど